ソンゲアは、タンザニア南西部ルブマ州の州と、ルブマ州の行政と産業の中心で、交通の要衝。タンザニアの地図人口約14万人。住人は、ゴニ族が主。町の名は、ドイツ領東アフリカの時代の、この地のゴニ族の権威であったソンゲアルワフムバノの名に、由来する。コランダム安い省などを算出する。空港、州立病院。 競技場、博物館、石炭火力発電所、タバコ乾燥工場などがある。ンゴーニ族が最も多い。タンザニアの他の部族と同様に、家庭では部族語とスワヒリ語を使用するが、公の場ではスワヒリ語のみを使用する。日常言語ではないが公共機関では英語も通用する。んゴニ族の他には、隣接地域が出身のデンんウレ族、ヤオ族、 ペナ族、マテンゴ族などが多い。その他、現在では、タンザニア全土から、様々な部族の出自を持つ住民が移り住んで、暮らしている。沿岸部地域ほど多くはないが、インド系タンザニア人やアラブ系タンザニア人も暮らす。外国人は、少数の工業、協会関係、国際援助関係者などが住む。日本人は、常に数名の、青年海外協力隊。 原産名の隊員がソンゲアを拠点に活動している。ソンゲアの町では、イスラム教徒とキリスト教徒がほぼ同数と言われている。キリスト教は、ローマカトリック、英国国教会、ルター派教会をはじめ、様々な宗派の教会が活動している。イスラム教はスンニ派で、モスクやムスリム学校が存在する。町の郊外には、空港があるが、中心都市、 ダルエスサラームまでバスで1日以内に移動できるため、一般利用者は少ない。ダルエスサラームまでの全工程が、舗装道路のため浮きの影響が少ない。ソンゲアは、ルブマ州の交通の要衝で、街を起点に北は、イリンガ、東は、ムトアラ、西は、ニアサコ、南は、ルブマ川を越えて、モザンビークへと続く道が伸びている。州内の幹線道路がソンゲアを中心に十字に、 なっているため、ルブマ州を通過するためには必ず、ソンゲアを経由しなければならない。北のイリンガ州に続く道路は、イギリスの援助によって整備されたもので、町には小さな記念碑が立つ。19世紀中頃、ソンゲア周辺は、ヤオ族の勢力圏であったが、南アフリカから移動してきた、ムゴニ族が侵入し、これ以降、現在に至るまで、ソンゲア周辺がタンザニアにおける、 んごに族の本拠地となる。19世紀の終わりには、んごに族は、勢力を拡大した、へへ族と衝突するようになるが、へへ族は、ドイツ領東アフリカ政府軍との戦争に敗北し、力を失った。ドイツ領東アフリカ政府は、へへ族に並ぶ、軍事力を持つんごに族を警戒し、ソンゲアに部隊を駐屯させ、人衛演を行うなどして、牽制したが、1905年に、 タンザニア南東部でマジマジ反乱が勃発すると反乱はソンゲアにも波及した。ソンゲア周辺における反乱の推移この反乱から約100年目にあたる2006年2月には大統領も参加したマジマジ反乱100周年記念集会がソンゲアのマジマジスタジアムで催された。マジマジスタジアム、ここをホームとするサッカークラブ。 まじまじ FC があるソンゲアの町の郊外には、東から南にかけてルブマ川が流れている。このルブマ川が下流では、大河となり、モザンビークとの国境をなす川となる。襲名のルブマも、この川の名前が由来である。町の東に位置するマトゴロ山は、町への水の供給に、重要な水源となっており、火事などが植えられているほか、アロエが自生し、野生の猿も生息する。 カメレオンも生息するが、数は少ない。他のタンザニアの地域と同様、マラリア流行地域の一つ。ソンギアの西には、ペラミホ、キゴンセラ、ムビンガ、ムバンバベイなどの町が続く。東には、ナムトゥンボ、トゥンドゥルなどの町が続く。10月から11月の雨期の始まりは、豪雨が続く。冬には防寒着が必要だが降雪はない。ありがとうございます。